兵站拠点を設置するのはここか。クソみてえに荒れてやがる。兵長、後続の本隊は予定通り到着できそうですね。おとなしく、エルヴィンの到着までうざってえ奴らを片付けるぞ。まとめて相手して。邪魔だ。さっさと肉を削いでよ。どうした、化け物。まとめて相手して。来た。おとなしくしてよ、指揮所。俺は次に行く。ここは任せたぞ、エルド。兵長、わざわざすみません。これで補給班を展開できます。やる。邪魔だ。そろそろ時間だ。まとめて相手して。救援要請ね。助けに行かないと。邪魔だ。尻一つ残さずとはいかねえ。ひとまず掃除は終わったか。さっさとエルヴィンと合流しねえとな。
展開。補給班を援護しながら予定の配置につく。援護班は中心部の巨人を誘い出し、町の外側で各個撃破せよ。リヴァイ、我々は中心部を制圧し拠点設置箇所を確保する。行くぞ。了解だ。お前ら腹をくくれ。おとなしく俺たちを追ってこない。飛行士だ。あいつがいちゃ拠点は築ける。まとめて相手者とやるぞ。予想より巨人が多い。リヴァイ、補給を怠るなよ。救援要請か。行くぞ。報告、飛行士が再び出現。補給班が狙われています。補給班が壊滅してはまずい。リヴァイ、飛行士の対処を優先しろ。まとめて相手。まだ殺されたりねえか。町の中心部を制圧しないことにはキリがありませんね。まとめて相手して。邪魔だ。どんな巨人だろうと投射し。俺のためにありがとうございます。おとなしくしてろ。無視はできねえ。町の中心部の巨人は片付いた。あとはリヴァイのおかげで補給班は無事だな。各班、兵站拠点の設置にかかる。行く。大変だよ。南から巨人の群れがこっちに向かってる。俺たちに引き寄せられてきたよ。ふざけた真似をするな。仕留めるぞ。俺の敵じゃない。巨人どもめぶっ潰してやる。おとなしくしろ。おとなしくしろ。リヴァイ兵長、助かりました。おかげで補給班を展開できます。まだ飛行士がいない。軍隊、周囲をしっかり見張ってろ。了解しました。ここはお任せを。やるか。大人、巨人の様子がおかしいな。南側の巨人のところに集まってるのか。あいつらも飛行士だったのか。合流されると面倒だ。止めるぞ。ああ、こんなに飛行士がいるんだから一体ぐらい生け捕りにしても。ダメだ。巨人を捕獲してる余裕はない。面倒を起こすんじゃねえぞ。その調子だ。拠点設置完了まで巨人を近づけるな。ジャ
る。おとなしくしてろ。まだ巨人が。こんなに立て続けに戦うなんて限界か。下がって構わねえぞ。いえ、兵長、やります。やらせてください。まとめて相手して。たちの勝ちだ。みんな、よくやった。さすがは特別作戦班だな。当然の仕事です。やめてよ。団長にバカだと思われるでしょ。残念、もうこの辺りに巨人はいないってさ。それでいい。今回の調査ではさらに先まで進む。そんな、あの子たちの死体を調べる暇もないのかい。いいかい、そもそも巨人の死体が蒸発するメカニズムってのはって。エルビン、あのクソメガネはほっとけ。ああ、志願しなくまでの進軍ルートを一日でも早く確保する必要がある。行こう。我々に課せられた使命を果たすんだ。やれやれ。今日も頑張ろう。頼むよエルヴィン。巨人の正体を突き止めるのは調査兵団本来の任務でしょ。それには巨人の捕獲が絶対に必要なんだ。今回こそ。何度言えばわかる。捕獲作戦に兵を割くだけの余力はない。却下する。巨人です。平原より近づいてきます。総員
警戒態勢。エルヴィン、行かせてもらうよ。待て、ハンジ。巨人のみんな、今会いに行くよ。分団長、一人では危険です。リヴァイ、追え。チッ、バカが。リヴァイ、お前はハンジを追え。本体はここで兵站拠点の設置を続ける。あのクソメガネ、狭い赤瀬がある。平地では立体起動装置は活かせない。できる限り戦闘を避けろ。分かって、馬があれば追いつかれねえ。おとなしくしてろ。やる。俺の手下だ。起動できる場所まで移動するぞ。死にたくなきゃついてこい。了解です。分隊長、行きますよ。おとなしくしてる。仕方ないな。他を探そう。いい被験体になってくれる子はいるかな。またどこか行きやがった。軍隊長を止められなくて申し訳ありません。やれ。何だ、苦戦してやがる。相手している。あの縁だ。ヘドラからだ。分隊長、あんた本当に死んでも知りませんよ。おとなしくしてろ。まとめて相手している。邪魔だ。
拠点設置のための物資を配送で調達中だが、巨人が邪魔だ。手伝う。まだ近くにいるはず。あれか。巨人がうろついていて物資を回収できん。援護感謝します。これで物資を確保できます。すぐ次の巨人が来る。急げ。物資を確保できたようだ。悪いね。補給班、予定通り展開せよ。相手してやる。手間取りだよ。来た。了解。やる。手間取りだよ。おとなしくしてろ。俺の敵じゃない。どうして負け物。まとめて相手してる。おとなしくしてろ。ペトラ、その子を捕獲するんだ。倒したらダメだよ。そんな無茶言わないでください。ハンジさん、ペトラ、村の方へ釣り出す。手を貸せ。倒していいんですよね。援護します。続け。私も行きます。次こそいい子を見つけなきゃ。今会いに行くよ。待ってください、ハンジさん。行っちゃいました。何が巨人捕獲作戦だ。勝手に動き回りやがって。巨人の捕獲記録だと15年以上前に成功したきりなんですよね。悪い。救援要請か。行くぞ。巨人を排除しなければ物資は確保できないか。おとなしくしてろ。あの縁談はまたクソメガネの仕業か。あそこにいるのはオルオか。あいつの頭にはクソでも詰まってんじゃねえだろうな。お手を煩わせて申し訳ありません。これで物資を確保できます。任せたぜ。
邪魔するならそいでやる。リヴァイ兵長、助かりました。すぐに物資を回収します。ああ、頼む。じゃねえよ、マジでおかしいって。そうだけど、そろそろ慣れようよ。ハンジさん、昔から変わらないじゃない。危なかった。ああ、殺しちゃった。貴重な被験体になったのに。黙れクソメガネ、部下を危険にさらすな。兵長、ハンジ分隊長、あの、あそこに。なんだ。34回目の腕章、壁外調査で死んだ兵士だね。名前はイルゼ・ラングナ。この兵士の手帳か。見ろ、最後に遭遇した巨人に関するメモがある。意味のある言葉を発した。表情を変えた。私に敬意を示すような姿勢をとった。おそらく人類史上初めて私は巨人と意志を通わせた。彼女を殺した巨人は知性を持っていたってこと？これはイルゼ・ラングナーの戦記。